ヤンバル国立公園の区域図。陸域海域北部訓練場ヤンバル国立公園は、沖縄県国神郡国神村、大木味村及び東村並びに、これら3村の周辺海域を区域とする国立公園である。東公園の国立公園の指定は、日本全国で33番目である。新規の指定としては、2014年のケラマ諸島国立公園以来2年ぶりで、 沖縄県内においては3番目の指定となる。ヤンバルとは一般的に沖縄本島の北部地域を指し、山々は連なり森の広がる地域を意味する。沖縄海岸国定公園の一部がヤンバル国立公園に編入され、指定当初の面積は17,292ヘクタールでヤンバルの亜熱帯商用樹林を中心とした区域となっている。国上村が 陸域の75%を占める。指定当時、米軍基地の北部訓練場は指定域から除外されていたが、米軍施設と隣接する国立公園の誕生は初めてであった。2018年6月29日には、北部訓練場変換地のうち、約3700ヘクタールが東公園に編入された。以下に指定区域内の地名を示す。 いかに特別地域と普通地域の指定面積を示した。また環境省は、東公園の指定域の特別保護地区と第一種特別地区を世界自然遺産、奄美琉球の推薦区域として早くても2018年に登録を目指していた。2016年7月1日に開かれた NPO 法人による討論会でヤンバル国立公園の規制区域の計画案について、 特別保護地区の範囲拡大、さらに国と沖縄県、そしてヤンバル3村が、ヤンバルの森を全面的に保護するべきだと述べ、徹底的な調査を求めた。2018年には、世界自然遺産、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び、西表島の登録延期が勧告されたことを受けて、推薦区域の見直しの一環として、東公園の指定域が拡張された。 ヤンバル野生生物保護センター2017年3月31日、現在、自然保護官事務所が置かれているヤンバル野生生物保護センターは、1999年4月に開設され、ヤンバルの希少種、または生態系に関する調査研究、保護に関する普及啓発、希少種の増殖事業を行っている。ヤンバルに生息するヤンバルクイナ、 1996年、自然保護議員連盟の幹事長を務めた岩田レスキオが、当時の環境庁長官の就任挨拶で、ヤンバルの国立公園化構想を発表した。同年4月15日、沖縄に関する特別行動委員会の中間報告に、北部訓練場の半分以上の敷地面積が変換されることが付け加えられた。これを受けて、同日、岩田レは、 中間報告で返還後の北部訓練場の土地利用について国立公園を選択肢の一つとして検討したいと述べ、ヤンバルの自然環境について詳しく調査する考えを示した。2007年3月9日、環境省は36年ぶりに国立国定公園の選定要領の改正に伴い、ヤンバルとアマミ軍島に群生する。 商用樹林地帯を国立公園として指定する方針を決定した。1971年の選定要領は自然公園法に基づき、優れた自然の風景地を評価するため改められたが、景観のほかに生物多様性などの観点を取り入れ、商用樹林、里地里山、海域といった評価の対象が要領に盛り込まれた。2010年10月に公表された。 国立国定公園総点検事業において、ヤンバルは陸域から海域にかけて多様で連続性を持つ生態系を有し、日本国内で結出した地域と評価された。2010年に公表された生物多様性国家戦略において、生態系のつながりを考慮した自然公園の指定、拡大を図り、またエコツアーの増加による対策として、 自然環境を保護する目的で、環境省は国立国定公園の指定状況の見直しを行い、新たな公園の創設と区域拡張すべき既存公園を選定した。2010年10月4日、同省により国立公園の新規指定候補地5カ所のうち、ヤンバル地域が選出された。その理由として、ヤンバルクイナやノグチゲラなどの固有種と、 その他の絶滅の恐れがある動植物が集中的に分布していることが挙げられる。2016年2月1日発行の琉球新報の記事にて国上村村長の宮城久和はヤンバルの国立公園の指定を目指し知見者と協議を進めていると述べた。沖縄県は2015年6月に環境省から紹介を受けて同年9月には ヤンバルの国立公園化に向けた協議で意見調整が行われ、2016年2月26日に国立公園化に同意した。その翌日の2月27日に環境省はヤンバルにヤンバル国立公園を設立する方針を決定した。国立公園の指定、さらに世界自然遺産、奄美琉球の登録に向けて、土地開発や農業、林業に対する規制について、 合意が進んだ。2016年6月20日、中央環境審議会からの答申を受けて、環境省はヤンバル国立公園の指定を決定した。2016年9月9日、山本光一環境大臣は、同年9月15日に沖縄本島北部地域をヤンバル国立公園として指定すると、閣議後の会見で発表した。指定日は、地元自治体の要望により、 ヤンバルテナガコガネが発見された1983年9月15日に、ちなんで決定された。また環境省は、指定日の9月15日に官報において告示すると発表した。そして9月15日に、ヤンバル国立公園は、官報に告示され、正式に指定された。2016年4月19日、キリンビールが、環境省とヤンバルサム村と連携した。 キリン一番絞り製ビールヤンバル国立公園指定応援デザイン館を発売すると沖縄県庁舎で行われた記者会見で発表し売り上げの一部でヤンバルで行われている密量パトロール用の制服を製作しそれを寄贈するとしているまた同年10月20日オリオンビールは国立公園の指定を記念したオリオンドラフト記念デザイン館を販売すると発表し 一本の売り上げごとに一円をヤンバール山村の環境保全活動の資金として寄付するとしている。指定日の2016年9月15日に国立公園の指定を祝してヤンバール山村の各村庁舎で懸水幕が掲げられた。またヤンバール山村の村長らは国神村のヤンバール野生生物保護センターで記者会見を行った。国神村は同日 那覇岳の体にし特別地域で自然観察会を行い、道村に通う小学生らが那覇岳の登山道を歩いた。2016年10月7日、環境省は道省のウェブサイト上にヤンバル国立公園を紹介するウェブページを公開し、ヤンバルの動植物や文化の他に、那覇空港からのアクセス方法も掲載している。ヤンバルの国立公園化により、 当地域の自然保護が強化される。しかし、ヤンバルに生息する動植物が密漁、過剰採取の被害に遭う実態が報告され、地元住民は定期的に林道を巡回している。理学博士のヤフツマサコは、国立公園課で観光客がヤンバルの動植物を研究や教育目的以外でむやみに乱獲されるのではないかと、し、 環境省のヤンバル野生生物保護センターは国立公園化に伴い外部から人が増えることを予想し警察や周辺住民らと連携して密漁の抑止に努めると述べた。また2001年にはペットとして飼われた猫が遺棄されてその後野生化したの猫によるヤンバルクイナの捕食が発覚するとその被害を抑えるために2003年に環境省と周辺自治体で 猫の適正な飼育を推進した。しかし、その後の2013年頃に、野犬が増加し、すでに、ヤンバルの生態系に影響を及ぼしていると思われ、新たな対策が求められている。東公園のテーマ、亜熱帯の森ヤンバル多様な生命を育む山と、人々の営みとあるように、ヤンバルの森は、地元住民の生活と関わりがある。 ヤンバルは沖縄県内で林業が盛んな地域で、かつて、首里、那覇や本島中南部に、薪材や材木、竹、里村の板などを供給していた。特に、国神村は沖縄県最大の木材産出地で、2016年現在でも、県内唯一の木材拠点産地に指定されるなど、雇用面でも林業は重要な産業となっている。東園の指定区域内のうち、 特別保護地区と特別地域での木材の伐採などが制限され、沖縄県は林業への悪影響を及ぼすことは明らかであると述べた。また、世界遺産に登録されれば、豊かな生物多様性のみを取り上げられ、人々に、ヤンバルの森が手付け数の原生林だと誤認され、規制条件を満たした合法的な収穫伐採でも、批判される可能性があると懸念している。 ヤンバルで農林業を営む人々の中には、東公園の区域内で従事し、国神村で林業を営む住民の一人は、この公園下で林業への恩恵は感じられず、伐採規制の強化のみで行う環境保全に疑問を呈している。沖縄県農林水産部森林管理課は、2015年からヤンバル山村で、ヤンバル型森林ツーリズム推進体制構築事業、 を展開している。ヤンバルの主産業である林業と自然体験活動の組み合わせによる森林の活用と環境保全を目指している。それを実現するためには、ヤンバル三村主導で事業を取り組み、自らが意見の合意形成を図り、さらに林業と関連する団体と連携する必要があるとしている。ヤンバル三村の各村長らは、ヤンバル国立公園の指定を受け、 観光産業の発展に期待しているが、宿泊施設の増設、交通の整備、ゴミの処理などの観光客を受け入れる体制が万全に整っていない。また、地元住民の中には、観光客の増加による環境負荷を懸念し、それを防ぐために人数制限を設ける必要があるとし、観光客やそれらを受け入れる自治体にも生物多様性の豊かさを評価されて、 国立公園化された意味を理解するべきだと述べた。ヤンバル自然保護官事務所は自然保護に対する意識向上や観光と地域振興の活性化に期待し地元と共にヤンバルの将来について考えたいと述べた。環境省は早くても2018年夏にヤンバル国立公園の指定域のうち特別保護地区と第一種特別地区を世界自然遺産、奄美 琉球として登録を目指していた。世界遺産の登録には国立公園化により指定区域内における厳正な自然環境の保全が要求され土地開発の規制や希少な動植物の保護が強化される。2016年9月9日の閣議後会見で山本孝一環境大臣はなるべく早く世界遺産登録を目指すと述べた。また沖縄県は 世界遺産の登録でヤンバルの自然環境に触れる機会を作り出し、自然環境の保全の重要性を伝えていく必要があると述べた。ヤンバル自然保護官事務所の自然保護官の一人は、ヤンバルの国立公園化や世界遺産登録を目的で終わらすのではなく、将来にわたってどのような持続可能な利活用を行っていくか考えるべきだと述べた。 ヤンバル国立公園に隣接する北部訓練場の存在が世界遺産登録の妨げになるのではないかとの指摘がある。IUCN 日本委員会を務めた吉田正人は沖縄タイムスの取材で過去に登録された日本の世界自然遺産の中でヤンバルに生息する固有種の完全保護性と自然環境の保全が十分なのか判断するのが最も難しいとし、 北部訓練場内の動植物の生息状況や米軍による訓練の影響の有無を日本政府が管轄外という理由で説明できなければ世界遺産登録は難しいと述べた。2018年5月 IUCN は同地域の登録延期を勧告。北部訓練場変換地での資産の分断等の点で要件に合致しないと評価とされた。 この勧告を受けて、日本政府は一旦推薦を取り下げて、再度登録を目指す方針を固め、同年6月29日に推薦区域の見直しの一環として、北部訓練場変換地のうち、約3700ヘクタールを東公園に編入し、指定域を拡張した。北部訓練場内の小川で訓練するアメリカ軍の兵士ら、1996年12月2日、 日米特別行動委員会は最終報告でヤンバル国立公園の指定一気に隣接する北部訓練場の敷地面積の約53%の3987ヘクタールを変換することに合意した。ヤンバル国立公園が指定された2016年9月15日に開かれた会見で国上村村長の宮城久和は北部訓練場が 国立公園と隣接している状況に好ましくないと述べた一方で東村村長の伊州森久は北部訓練場の一部返還後は国立公園に編入されることに期待している。同年十一月十五日付に沖縄防衛局へ提出した沖縄県知事のオマガ有志による北部訓練場の過半の返還に関する実施計画の案に対する意見書には返還される。 北部訓練場の区域が隣接するヤンバル国立公園へ編入される見通しでかつてアメリカ軍らが北部訓練場内で実施した野生動植物に関する調査結果があればその資料の提供を求めた。またヤンバルの自然環境に及ぼす影響を明らかにする必要があるとし北部訓練場で建設中のヘリパッドの運用が開始されるまでにオスプレイが及ぼす 環境影響評価を直ちに実施することを提案した。ヘリパッド建設反対派の団体の一人は、ヤンバル国立公園が指定されれば、北部訓練場の基地固定化を招きかねないと考えている。2016年12月22日、北部訓練場の一部区域4010ヘクタールが変換された。2016年9月15日、 漢方2018年6月29日、漢報。ありがとうございます。